こんにちは、渡辺美穂です。今日は第35回東京国際映画祭にノミネートされた今泉力也監督の窓辺にてを見に来ました。いろんな愛の形を描いたちょっと変わった大人のラブストーリーになっています。映画を見た後はなんと今泉監督にインタビューをさせていただきました。気になるインタビューの全貌は YouTube で見れるのでチェックしてみてね。